やれやれ、やっと戻ってきたか。随分と長い間俺を待たせてからに、甲板にトゲまで生えてきてしまったぞ。とはいえ、この船に甲板はもうないか。この赤穂百目鬼配下の大海賊船である俺が、まさかこのような無様な姿を晒すとはな。お前、大海賊船だったのか。けど、おっと、まさか赤穂百目鬼の名を聞いたことないのか。赤穂百目鬼左衛門、それは西来島を守った最も偉い大海賊の名前だ。だが今はもう、記憶にないな。ところでお肉丸、いきなりそのような名で呼ばれると何やらなれんな。実は前も言ったように、俺はここまで流されてきたのだ。だから俺の元々の体もきっとこの辺りに流されてきているはずだ。体、いつからここに寝ていたのかわからんが、仲間はきっと俺を待っているんだ。だから早く元の姿に戻って奴らのところへ戻らないと。そうだったんだ。ああ、でも俺だけでそれを叶えるのは難しい。何しろ話せる船といっても所詮は船。誰、そうだ、一つ取引をしないか。体を見つけてくれたら宝探しの手伝いをしてやろう。お宝。俺は一応海賊船だからな。長年海で宝探しをしてきた直感というか感覚というか、目覚め、これは紛れもない大海賊船の直感ってやつだ。どうだ、割のいい取引だろ。お肉丸を手伝ってあげようぜ。お肉丸は元の体を手に入れて、オイラたちはお宝。どうだ、手伝ってくれるか。よし。実は目覚めた時行ってみたくなったところがある。海賊船である俺の直感によると、そこにはきっと貴重なお宝があるはずだ。まずは、よっしゃー、出発だした場所はこの上だな。よし、行ってみようぜ。風の行く先を。
言ってたところなのか。うん、何もないじゃないか。お肉丸のやつ、まさか嘘をついたんじゃないよな。どうだ、価値のあるものを見つけたか。ふん、お肉丸、島には真っ二つになった船しかなかったぞ。あれ、ああ、わかった。きっと長い間眠ってたから勘が働かなくなったんだよ。つまりだ、さ、次な、次の場所にはきっと宝が。本当か。今度こそオイラたちを騙したりしないよな。ああ、今度はきっと見つけるさ。だが、結構遠いところにあるな。北西方向にある島なんていっぱいあるぞ。うん、でも、その方向にある大きな島といえば。ああ、言われてみれば感知。でもそれ以外に音楽も聞こえた。より正確に言えば、カラスの鳴き声は東から、音楽は南西から流れてきたな。2種類の音が聞こえたのか。一体どこなんだ。2つの島の音が聞こえる場所か。お、確かに。おいらもそう思ってた。それじゃそこへ行ってみよう。しかし2人はいい関係なんだな。もちろんだ。こいつはオイラとたくさん冒険をしてきて、お宝。以前海にいた頃も、俺がこうして話せたら仲間たちと交流できたんだろうな。いいな、羨ましいくらいだ。イヒヒ。よし、それじゃ2つの島の。八九。よっと。よっ。風の流れる方へ。風の赴くままに。
難攻不落。お肉丸は半分同類愛哀れ。そうだ、この船の写真を自分の体かどうか自分の目で確か。よし、写真も撮ったし、山を降りてお肉丸に見せに行ってやろう。私、戻ってきたか。どうだ、収穫はあったか。俺が当ててやろう。きっと期待外れだったんだろう。はあ、今回も何も見つけ、今回も真っ二つの船しかなかった。もしかしたらそれがお前の体かもしれないと思って船の写真を撮ってきたんだ。なんだこれは、絵か。お前たちがこんなに素晴らしい画力を持ってるとはな。絵にこれは描いたんじゃなくて写真機で撮ったんだ。おお、この機械を使って何らかの仕組みで絵を素早く描き写したんだな。大海賊船なのに写真機を見たことないのか。まさか似たようなものは見たことあるぞ。あれだ、あれ、伝説の。ところでこの写真の真ん中にあるものは何だ。それがオイラたちが見つけた真っ二つの船なんだ。そんなバカな。この半分の船はどこから来たんだ。お前たちは知らんかもしれんが、俺は亜光同盟船隊の大海賊船だぞ。船底板の河原も西来島で最も船棚の間はまずノコで噛み合う跡を作って、釘でしっかり固定することでがっちり頑丈になるんだ。だけどお前は2回も真っ二つ。同類愛哀れむってやつかな。この船たちは遭難する前、とにかくそいつは俺の元の体じゃない。俺の体はきっとその時が来れば上質な塗料の塗られた棚板が解除。ま、見ればわかるさ。俺とこのなんだかすごそうだな。なあ、もちそれにしても二度も別のものを感知してしまうとは。どうやら俺の直感、船だの人間だの、長く航海を続けるためには適切な時期に巻き肌ってなんだ。船の部品をくっつける。パイモンは面白いな。かなり近いぜ。巻き肌は船の中に水が漏れてこないように。その通りだ。さっきお前たちが宝探しに行っていた間、俺が休憩してたみたいにな。仏の顔も三度までだからな。今度こそ本気を出すぞ。だったらいいんだけど。なんだよ、
俺を信じてないみ、今回は南東方向の会場だ。さ、出発しよう。岩礁なのか？なんだか小さい岩礁だな。どうだ、今回こそこの大海賊船である俺の鋭い球。上には巣しかないぞ。巣にあるのは2つの、これがお前の言ってたお宝。パイモンは知らないかもしれんが、偉大なる海賊船であるほど航海の時間も長くなる。干した魚しか食えない時もあるのだぞ。そんな危機の迫った時には航路上の岩礁でたまたま手に入った鳥のた、本当か？わかった。感知したのは鳥の卵じゃなかったはずなんだがな。おかしい、何かを感じ取れたはずなんだが。岩礁に他のものはないけ、まさかこの2つの聞いたなのか？この聞いた、それは俺が作られてから初めて水に触った部分なんだ。あの時船員たちが木に、船首だと入水角度をコントロールするのが難しく折れやすいから、この2つの聞いた、いや棚板と呼ぶべきか。お肉丸、ここでお前の棚板。俺はとっくにこの岩礁にぶつかってボロボロになっていたのかもしれんな。目覚めた時に感知したのは宝などではなく、ただ自分の体を。俺はこの間半分になった船を笑ったが、一番ぶ、まだ確定じゃないだろ。もしかしたら鬼、そう、考え無料だ。だがお前たち。ところで鬼くまる、さっき記憶に、恥ずかしながら。そうなのか。いや、このままでも悪くないかもな。ひひ、オイラがつけたの。他にも2カ所ほど感知したんだ。お宝がなくても。いやはや、しかしこの間割のいい取引だ。そうだな。でもお肉丸はもう、宝はないかもしれんが、何か2人に得るものがあればいいとね。よし、それじゃ。禁止。やっぱりここにもお宝はないんだ。分かってる、分かってるけど、ここに木剣があるぞ。おい、もしかしてこの、まさかこの木剣。
いや、まだドキドキ。はあ、一体な、残された怨恨だけで。いや待った、あの雷光は西来島から来たという。そんな、西来島がそんな風になってしまった。故郷を幕府に支配されたくないからこそ、西来島の民を守るため幕府に立ち向かった。俺たちは幕府を敵に回してでも西来島を守ろうとしていたのに、まさか結局あの雷光と雷のせいで俺はここに流れ着いた。雷でひどい傷を負い、ぜここまで流れ着くのは精一杯だったのだ。お肉丸、でもなんでこんなところに木剣があるんだ。この木剣に使われている木材は、昔左衛門の兄貴が剣を持つ魔偶を槍で奪ってきたことがあるが、まさかかつて幕府とも一戦を交えた大海賊戦であった俺の体が子供に。あじゃあお肉丸、この物件を持っていくか。だってこんな姿になったとはいえ。いや、今それを持って行っても何の意味もないさ。ふん、どこの子供か。はあ、思い出したら少し気がめいったが、同時になぜかほっとした気がするよ。ただ唯一心配なのは共に流された仲間たちのことだ。だといいがな。俺が感知できる最後の体の。具体的には海辺のあの建物にあるらしいな。このホラガイの小屋にはいっぱい木の板があるな。もしかして石の上に置かれてるやつか。なんだこれ、2枚。これが楽器なのか。お肉丸に見せる前に試してみようぜ。この楽器も、これがお肉丸の体のさ。おお、戻ってきたか。どうだ、見つけたか。確かにこれは俺の最後のかけらだ。でもこれは一体何なんだ。楽器らしいぞ。長く手入れがされてなかったせいでもう演奏できないみたいだ。そうか、そいつは残念だな。楽器か。俺の体から落ちちまったキータに仲間のことを思い出したよ。あいつらも気分がいい時に海辺に座って焚き火を囲んで。そうだ、この楽器は長い間巻き肌が欠けていたから。そんなことどうでもいいさ。ただその音を聞きたいんだな。適当に叩いてくれよ。あいつらは帰る方法を見つけたんだ。ああ。だが俺があんな格好になってしまったからな。連れてきただけ。あいつらが無事で何よりだ。でも俺は共に帰れたらよかった。やつらと一緒ならどんな危険な。この世にはまだ共に体験できていない偉大なる冒険や見つけていない宝物。なぜ俺だけがここに残され捨てられ、新たな旅立ちをする。泣きたい時は笑え、諦めたい時は踏ん張れ。何はともあれ今回はお前たちのおかげだ。こそうだぞ。鬼確かにな。恥ずかしながら
お前たちの、だが、その、後でまた二人に助けてもらうかもしれん。お肉丸の依頼なら、喜んで受けて立つ。そいつはありがたい。この海域でここ、この前お肉丸、オイラたちに用が。おお、来たか。俺はてっきりお前たちはなんちゃらの翼で毎日島じ水に浸かったお肉丸のことなんざとっくに忘れかけているのかと思っていた。だからこうやってお前のところでこの前手伝ってほしい。別に大したことではないんだが、この前体のかなんというか願いが叶ったせいなのか、最近意識がはっきりしなくて眠ってしまうことが。なるほど。なんちゃらの機械ってやつのおかげで俺はお前のウェーブボートにな。え、それじゃあ機械の影響がなくなったら、なんとかしないと。気にするなパイモン。こうしてお前たちと話せることができた。いや、思えば船でありながらお前たちと気持ちよく話せていたなんて。だが最後に頼みたいことがあるんだ。この前体が見つかったらこの海域でお前たちを宝もほとんど持っていかれて、だが今回は大海賊船の名に誓って必ず立派な宝物を見つけると。やお肉丸はもうすぐ話せなくなる。それにお宝があるらしいぞ。じゃあ早速出発。よし、それじゃあ船に乗ってくれ。稲妻の明かりだ。久しぶりに見たな。このまま明かりに沿って進もう。まるで並んだ魚灯のようだな。夜の漁船みたいで。海賊とはいえ毎日が冒険というわけではなかった。何もない時は左衛門の兄貴が漁に付き合ってくれたのさ。やつは槍で魚を取ったもんだが一度もしくじったことはなかった。この前感じたんだが、あの漁獲お前が持っているだろう。懐かしい。やっ、そうだ、お前たちに伝えたいことが2つある。1つ目だが、実は自分の名前をずいぶん前に思い出したんだ。わー、お肉丸じゃなくて船さん、本当の名前は何だったんだ。浅瀬神社の巫女は俺に古関丸と名付けた。俺の仲間たちはほとんど古関村出身だったから、無事に仲間を故郷に返してほしいってな。古関丸か。お肉丸の方が好きだけど、古関丸もいい名前だな。ただ俺はあいつらの期待を裏切ってしまった。俺がもっと頑丈だったら雷を乗り越え、あいつらと共に。あの人そっくりだ。さっきの稲妻の明かりも、もしかしてこれは俺のせいか。二人を巻き込んでしまった。そうだ、俺は大海賊阿光同盟衆配下の大海賊船古関丸だぞ。生来の木は俺の筋骨、浅瀬の巫女が俺に名を与えたのだ。海を十数年航海してきたが一度も仲間を見捨てたことはない。たとえ強者と戦うことになってもくじけたり後悔したこともない。これしきの雷、楽勝で乗り切ってみせるぞ。
撃沈される。さすが小関丸だ。しゃべる船は所詮船さ。この雷を乗り切るにはさっきの雷はおそらく俺の影響を受けたんだろう。でもちょうどいい。旅人パイモン、俺ここは初めてお宝を探して。今回はきっと宝があるさ。そうか。おところでこの前二つのことをもう忘れていると思ったが、残りはお前たちが戻ってから。小関丸が言ってたお宝はあの真っ二つになった船体の近くにあるはずだ。探しに行こうぜ。いざ剣女盤石。風の行く先を。岩山八九。風を知れ。難攻不落。風の赴くままに。教えるって約束したのに。